おはようございます。本日は令和4年7月の5日火曜日、5時15分ぐらいを回った頃ですかね。はい、先日ね、崩落現場、屋根のひさし、撤去されてます。撤去されてますが、危険な状態は変わりありません。早急の対策が望まれます。瓦礫の山はここに置いてますね。蛍光灯とかね、イラもいっぱい掘ってありますね。はい、こちら緊急対策用として、こちらもひさしがね、取れてますね。怖いですね。クーラーの室外機ね、50年ほど前のクーラーですね。当時は高かったでしょうけどね、あれも相当重たいですよ。上から落ちてくると人死にます。こんなコーンね、置いてあるだけで防げるもんだんでしょうかね。疑問を感じますね。ここもね、窓ガラス割れてますね。次の台風来たらやばいですよ。これも放置されたままです。現場からの報告です。自転車とかね、放置されてますね。だん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 行きますね。はい、不法投棄の看板がね、虚しく感じます。はい、危険なとこですね。空き家問題ですね。どうでしょうか。